世界のジャパンチャンネルへようこそ。高い山々に囲まれ、雪解け水など豊富な水に恵まれた日本の地形、これを有効活用さえできれば日本の未来は明るいと言えるかもしれません。今回は日本企業が革命を起こした水力発電に関する話題をご紹介します。高いところに溜めた水を低いところに落とす勢いで水車を回転させ、その水車につながっている発電機を動かすことにより電気を生み出す水力発電。水の流れという自然のエネルギーを利用した発電方法のため、火力発電のような石炭や石油、天然ガスを原料とした発電と違い、CO2 をほとんど排出しない地球に優しいクリーンなエネルギーと言われています。エネルギー変換効率について他の発電方法と比べても水力発電は 80% と飛び抜けてエネルギー変換効率が高く、維持費や運転費についてもコストが少ないなど、たくさんのメリットがあるのです。しかし、水力発電と聞いて多くの人が連想するであろうダムを新設するには、設備投資などにかかる高額な初期費用に加え、長い時間も必要で、ダムの建設によって周辺の環境や河川の生態系に大きな影響を及ぼすことも分かっています。そんな中、日本企業のある発明が海外の人々の間で大きな話題となっていました。それは岐阜県恵那市にある従業員14名ほどの中小企業、有限会社住野製作所が開発した螺旋式小水力発電装置ピコピカです。この仕組みを見てみると、まず水路に設置した装置本体で水の流れを一旦せき止め、一定水位まで上昇した水が本体の内部に通した導水管に向けて勢いよく流れ込むようにされています。そうして流れ込んだ水が螺旋状の羽を持つ水車を回し、そこで発生した回転エネルギーが水車のシャフトの端に取り付けた発電機を介して電気エネルギーに変わっています。つまり、先述した水力発電の仕組みである高いところに溜めた水を低いところに落とす勢いを利用するのではなく、水の流れをそのまま利用して発電しているのです。低落差、低流量なちょっとした小川や農業用水、極端に言えば側溝程度でも、水の流れさえあればどこでも発電できるため、新たにダムを作るような大規模な工事は必要なく、川の流れをせき止める必要もないので、環境への負荷も最小限に抑えられます。しかも従来の水力発電と同じく温室効果ガスの排出もなく、螺旋部分にはエコキャップ運動により集められたペットボトルキャップを再利用。重量は18キロほどと大人一人で持てる程度で、フレームをアンカーで固定するだけで取り付け可能。これまでは専門家が担ってきた小水力発電の普及が、知識はなくとも子供から老人まで広く利用でき、簡単に、しかも複数台の設置が可能な発電システムになっているのです。この画期的な装置に対し、エコ商品を販売するアメリカの企業、ウェイステッドも注目。装置の説明や、住野製作所の社員が小学校に出向き、子供たちに向けて再生可能資源に関する講習会を行い、ピコピカを設置する様子などを動画にして投稿したところ、わずか3日間で再生数が500万回となり、世界中から驚きと称賛のコメントが寄せられていたのです。コメントの内容をまとめてご紹介していきましょう。海外の反応。メンテナンスが容易で、設置に技術は必要なく大量生産が可能。欠点がないってくらい、ものすごい発明じゃないか。この技術のコンセプトも見事だけど、小学校で啓発活動をしているという事実もとても素晴らしい。日本には彼のように知識を伝道する人たちがいるから、日本の子供たちは賢くなるんだろうな。どこでも持ち運びできるのがすごい。
いろいろ用途が考えられそうだぞ。ユートピアみたいな話じゃないか。本気で欲しいぜ。これがあれば森暮らしっていう俺の夢がついに叶う。かなり汎用性が高いよね。キャンプの時とかにも使えそう。日本におめでとうと伝えたい。こういった発明が生まれる土壌が心から羨ましいよ。彼らの素晴らしい仕事に賞賛を送りたいね。世界にはこういう人たちがもっと必要なんだよ。技術者の崇高な理念と実用的な発明に心から感謝します。自分もいくつか購入したいと思う。この装置はかなりいいね。川の流れに沿って直列に並べていけば、より大きなパワーを生み出すことができるわけだし、やはり日本人は世界を変える力を持っている。日本人は大事なことを忘れてる。それは他の国では盗まれてしまうってことだ。だからこっちではこんなにクールなものは存在させられないんだ。アメリカでも機能しない。盗まれるか壊されるかして終わりだ。本当にすごいアイデアだとは思うけど、実用化にはその国の人間性が問われるわけだ。僕の国でも普及すればかなり変わるはず。驚異的な発明に感謝します。水車は何千年も前から存在するものだけど、このスクリューの形状は効率をかなり大幅に向上させられるよな。なんてクールでシンプルなアイデアなんだろうか。この技術は世界の多くの人を救うことになるぞ。愛してるぜ日本。やっぱ日本はテクノロジーに関して相変わらずの世界一だ。世界一はドイツじゃないかな。もちろん日本だってトップクラスだけど。どちらにしても日本人が僕らのはるか先にいることは確かだ。僕の国で実験をしていただきありがとうございました。同胞を代表して感謝の気持ちを伝えさせてください。素晴らしい発明ではある。でも進歩的な日本の産業であれば50年前には開発できたんじゃないかとさえ思う。どうであれこれは進歩と言えるでしょう。これは本当にすごいよ。日本は今でもニーズに基づく発明の中心地だね。同じ人類として素晴らしい発明に感謝します。以上が海外の人々の反応でした。世界各国から称賛の声が寄せられていましたね。先日した動画で紹介されていたピコピカは、小学校で環境教育用として攪拌してきた毎秒10リットルの水の流れで5ワットを発電するものです。わずかな電力ではありますが、 LED 防犯灯や災害時の非常用電源、他にも鳥獣除けの電気木柵など多くの利用価値が生み出されています。さらに炭の製作所は2012年に再生可能エネルギー分野に参入して以来、ピコピカの販路を海外にも求め、ミャンマーでこの装置のマーケティングと実証実験を行ったところ、装置の発電量を増やすことと、日本に比べて砂の粒が多いというミャンマーの河川の特徴に対応させることが必要と判断。そして毎秒100リットルの水の流れに対し、平均的な1世帯あたりの消費電力にあたる500ワットを発電できるピコピカ500も開発したのです。拠点を置くミャンマーでの展開はもちろん、電力供給が十分ではない世界のさまざまな地域でたくさん使ってもらいたいと、東アジアにとどまらず南アジアやアフリカなどへの進出も視野に入れているのだとか。2019年2月には国連の専門機関の一つである国連連合工業開発機関、通称ユニドのデータベースにも登録されており、北米やアフリカなど世界中から注文が寄せられているそうです。世界で最も導入が進んでいる再生可能エネルギーが水力発電ですが、先述した通り大規模なダムは建設にはもちろん、維持していく過程でも自然環境への影響が懸念されています。ダムの建設に際し、山奥まで大量の資材、機材を搬入するための道路などの建設、周辺の森林伐採が自然生態系に及ぼす影響に加え、ダムでせき止められて下流で少なくなった砂により、砂の中で生活していた生物の数が減っているのです。
河川には本来いないはずのプランクトンの増加も確認されています。さらにダムのように人工的な貯水池は地上にあった植物や土壌を水没させて大量の有機物を腐敗させるため、それが分解し始めることでかなりの量の CO2 とメタンガスが放出されているとの報告もあります。ダム建設数第1位でダム輸出王国と呼ばれる中国が建設したダムを例に挙げると、短期間での完成により懸念される安全上の問題やダム建設地に生息する生き物の救済計画のなさや下流域に住む人々の深刻な水不足など問題は後を絶ちません。中国の場合は相手国の電力不足を解消して経済発展を手助けするのと引き換えに資源を確保したり、軍事的な拠点を作ったりと政治的利益に直結しており、善意の経済支援とは言えない状況のようです。ピコピカは決して莫大な電力を生み出すわけではありません。それでも無電化で暮らし、夜になると歩くどころか仕事、勉強、怪我の治療も十分に行えない人々のために、電力発電装置を通して電気を届け、少しでも暮らしが豊かになってほしいという切なる願いから炭の製作所が作り出したものです。まだ課題も多い小水力発電ですが、ぜひとも頑張っていただき、クリーンなエネルギーと本当の支援の輪を広げていただきたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。